アズマシロカネソウは、金宝外科シロカネソウ属の多年草。別名、アズマシロカネソウ、エチゴシロカネソウ。植物体全体に、無毛で繊細である。根茎は長く太く発達し、長さ1 2トル、計1トルになり、膜状の輪辺で覆われ、頬枝は出ない。茎は高さ10から3 0トルになり、直立し、分子しない。 本質用は1から4個あるかまたはなく、洋平の長さは5から10センチメートル、鳥足上腹用になり、いただき小用は、線形から肘上乱形になって、長さ0.7から4センチメートル、幅0.7から3センチメートルになる。茎につく葉はやや五星し、鳥足上腹用になり、いただき小用は、肘型から高量形、または、線形で、長さ1から5.5センチメートル、 幅0.8から4センチメートル、円は、円筒の荒い巨子円。基部は、くさび型となり、傭兵の基部は合着する。下期は4から6月。茎先に、計9から1 4トルの黄緑色で背面が、紫色を帯びた花が1、数個、斜め下向きに咲く。花柄は、長さ2から3センチメートルになり、三列した養生の商法が耐性する。 花面上の学編は5個で、楕円型で、長さ6から10ミリメートル、幅3から5ミリメートルになり、射状する。学編の内側に、小さな花弁が5個あり、花弁の原部は、黄色で高楕円形、蜜線があって、蜜を分泌し、内極して皿状になり、その柄は白色になる。湯髄は、多数あり、長さ4ミリメートル、約は白色。髄は2個。 果実は、袋下で、長さ0.9センチメートルになり、基部で2個が合着して、魚のお嬢に広がる。種子は、計1ミリメートルの球形となり、褐色で光沢がある。日本固有種。本州の秋田県、岩手県から、鳥取県、岡山県にかけての日本海側に偏った地域に、分布し、温帯林の臨床に生育する。和名のあずましは、 東白銀草の意で、東国に分布する白金草の一種の意味である。なお、フクリガーズマシロカネ草の名を持つ植物があるが、本種の海分類ではなく、同族の東国サバノウの十弁品種である。食欲不振や神経痛に効能があるとされ、民間薬として利用されている。ありがとうございます。